どうも藤です。今回やるのはこちらですね。もう走れよメロス、あれだろ、あの太宰治の走れメロスをテーマにしたゲームなのかな。この棒人間がこれがメロスなのかな。まあ確かにさっきは激怒してたけどもやな、あれだろうね、そのメロスは激怒したって言って親友のセリヌンティウスが人質になって、確かメロスが妹の結婚式やったっけのために走るんだよね。なんかでそのいざ走るぞって時なのかな、まあ分からんけど、まあやってみましょう。行こう行こう。はい。おいメロスだけんな、寝坊してもうたらもうおしまいやわ。走れよ。あ、励ますんだ。なるほどね、この赤いところに止めるんだメーターを。行きます。はいの、はい。あ、ダメかな。セリヌンティウスって実際仲良かったか。おいふざけんな、セリヌンティウスはお前を信じてな、その身を、その身、命を預けてくれたんだよ。励ます。はい、いいぞ。激怒した言うても限界あるでそら。まあそうだよな、激怒した激怒したって言うけど命を懸けるほどかと、葛藤だな。励まそう。はい、いいぞ。お、いいんじゃないか。あー、早いな。もう一回あげます。あー、ダメだ。こんなんでへばってたら母ちゃん怒られるわ。そのどうでもいいだろう、走れ。行くぞ。あー怖い。あーダメだ。俺な、小4まで徒競走クラスで、徒競走クラスで一番やってんで、励ます。うわ、あ、ダメだ、全然ダメだ。お、どうだ、帰んな。ちょ、もう一回この堕落したメロスを絶対走らせる、親友のもとへ。よいしょよいしょ。あー、ダメだこれ。あー、これあかんかな。じゃあもういっそのことここまで来たんだったら走る気をマイナスに曲振りしよう、こっち側。はい、なんであんな切れ事言ってんやろ、俺アホなんかな。右側で行こうか。じゃあ どこまで堕落するか見たいわ。はい、あいっ、あー、もうこんなもんか。でもよし、次は絶対走らせる、走らせる、走らせる、走らせる。うんうん、それかな。はい、お、いいぞ。お、今これ今結構やる気になってるもん。走る気107。タン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 。これむずいな。トン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 。うわ、むずい。はい、ここ。よし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 。歩いとった自分殺してやりたいで。急ぐで。お、いいぞ。次だ。はい。あー、こ、あ、帰っちゃった。いけるか。今かなりいい感じ。メロスのテンションも上がってる。ここで決めよう。決めよう。あ、ここ！よし！走った！よっしゃ！お、やった！ 170 もいったぞ！新記録！で、これだけのゲームか。やあみんな、僕は目玉の怪獣メダマン。この動画を気に入ってくれた方は、左上のチャンネル登録ボタンをクリックだ。ん？気に入らなかった？そんな奴はな、目玉を差し出せ。スマートフォンから見ている方々は、下の説明文のチャンネル登録と書いてあるところを押してくれ。そんなことよりも目玉だ。目玉が欲しい。お前の目玉だ。お前の目玉をよこせ。ほら、目玉ダメだろ。なんだお前は。俺はお前の生みの親だよ。生みの親？生みの親だかな。なんだか知らんけど、お前の目玉をよこせ。うわ、やめろ、目玉。うわ、目が、目が、目が。